こちらがきなこ餅のソルベです。昨日ね、この氷の中にも味がついてるということで、しかも上に和風のきなこ、そしてお餅、あんをかけてね、じゃあちょっと食べてみたいと。すごいね、でも濃厚です。してあるので食べやすいっていうのも、もちもちした食感と、この氷にちょっと味がついてる、甘すぎないんですけど味がついてる感じと、このアーモンドがすごいコリコリしてて、口の中で別のものを生み出すんですよ。だからなんかね、バランスがすごい取れてる。これはさっきちょっと日チャンネルとかにいろいろ書かれてて、まあ、どうせ開けるっていうふうに書いてありましたけど、それはないです。もう本当に美味しい。この新しいです。こんなに、なんだろう、イメージしてたよりもやっぱレベル高いです。やっぱりさすがソルビンだなと思いました。このかき氷の中に、このふわふわでサラサラのかき氷に味がしかもちょっとついてて、そしてきな粉がかかってて、これはね、すごく新しいです。これはなんかぜひちょっと食べてみたいなと思いました。すっごい美味しい。特にこのアーモンド、ということでソルビンのきなこ味でした。